どうも、イラストレーターの網谷さつきです。この動画ではメイド服の描き方シリーズ第1弾としてロングスカートの描き方を伝授していきます。皆さん、メイドが好きだったら一度はメイド服を上手に描いてみたいと思ったことはないでしょうか？自分の理想のメイドさんが描けたら、もうそれは24時間好きなメイドさんと一緒にいられるようなものです。ですが、描いたことがある人はわかると思うんですけれど、メイド服って意外と描くの難しいんですよね。その難しさゆえに筆を折ってしまった方も多いのではないでしょうか？そんなのもったいない。あなたが書かなかったことでこの世に一人メイドさんが生まれなかったということですよ。それは罪なことです。そこで、僭越ながらメイドさんが大好きなイラストレーターでもある VTuber の網谷さつきが皆さんにメイドさんの書き方を段階的にお伝えしていきます。第1回目はメイドさんの最大の魅力、スカートの書き方、その中でも難しいロングスカートの書き方を学んでいこうと思います。それでは早速レッツラゴー。ロングスカートの書き方。綺麗なロングスカートを書くには構造を意識して書く必要があります。構造をしっかり意識して書かないと、こんな風になんか違うなというスカートになってしまいます。皆さんもちょっと違和感のあるスカートを描いてしまうことありませんか？では早速、おかしくならないスカートの描き方を見ていきましょう。基礎編、平面を考える。スカートはどのように作られているのか、スカートの型紙を見ていきましょう。スカートの型によって型紙は違っています。この中からメイドさんに履いてもらいたいスカートを選んでいきましょう。好みにもよるんですけれども、布がたくさんある方が嬉しいので、ここら辺ではないでしょうか。立体を考える。先ほどの型紙を立体に起こすと、スカートは円錐台になることがわかります。ここで重要なのが2つ。上の面から下の面までの長さが均一であるということです。そして2つ目が、側面が円になっているということです。ここテストに出るので覚えておいてくださいね。布の裾。土台に沿って布の裾を描いていきます。型紙で見たように、裾の方が布の面積が多くなるので、その分たわみます。たわませる際、どのようにたわませればいいのかわからないという方も多いはず。その際は、たわむ底の面がどのようになっているのかわかるガイドをもう一本引いてあげるとわかりやすくなります。このように沈む側の線は広がる面の円を小さくして、ほんの少し下に持っていきます。すると底が見えるはずなので、その面に沿って布をたわませてあげてください。点がどこか考える。布がどこから来ているのかを意識することによって、自然な布の流れがわかるようになります。静止している状態であれば、腰のラインから布が流れていきます。そして思い出してほしいことが、スカートの側面は円になっているということです。鳥かごを思い出していただけるとすごい分かりやすいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、縦、横、平行かつ均一に線が引かれていますよね。横から見ると左右になればなるほど縦のラインが、間隔が狭くなっていきます。スカートも同様です。視点は左右に行けば行くほど間隔が狭くなっていきます。この視点の位置を理解しながら布の流れを描いていきます。完成しました。応用編。動きのあるロングスカートを描く方法を見ていきましょう。動きのあるロングスカートを描く場合でも、基礎の考えだけで十分対応ができます。まず星の面を描きます。次に自由に裾の面を描いていきます。ここで視点になる腰の面から裾に向かって布の流れを描いていくんですけれども、
なんだかこれじゃない感があります。ここでつまずいている人も多いんじゃないでしょうか。それではこれじゃない感を生んでいる理由をお話しします。それは基礎でお話ししたスカートは上の面から下の面までの長さが均一であるということを忘れているからです。先ほどの例をもう一度見てみましょう。左の長さと右の長さで均一ではありません。これを型紙に起こすとこういうスカートになってしまいます。では自然の流れにするにはどうすればいいのでしょうか。簡単です。短い方の長さを長い方の長さに合わせて曲げてあげればいいのです。さらに曲げてあげたことによって視点が増えました。視点が増えたということは、つまり布の流れの始まりが増えたということです。それ2点を踏まえてシワを描いてあげるとこうなります。これで自然で動きのあるロングスカートが描けましたね。まとめ。綺麗なロングスカートを描くコツは、1つ目、スカートの長さが均一であるという意識を持つ。2つ目、円を3つ描いて円錐台の立体をつかむ。3つ目、視点はどこかを確認する。以上、メイドさんのロングスカートの描き方でした。簡単なようで難しいロングスカートでしたが、構造を理解することで魅力的なメイドさんを描けるようになったのではないでしょうか。まだ難しいなぁと思った方はぜひコメント欄に書いていってください。お教えできる範囲でお答えしようと思います。次回、メイドさんと言ったらこれ、フリルの描き方をお伝えします。このチャンネルでは今回のようにイラストメイキングや私のイラストを使ったコンテンツ動画を投稿していきますので、チャンネル登録、高評価をポチッとしていただけると活動の励みになります。また完成したイラストは Twitter にて投稿しておりますので、そちらもフォローいただけると嬉しいです。今回もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画か配信か Twitter でお会いしましょう。